本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。ごさ歳です。本日は、馬娘、プリリーダービーシーズン2、第12話を称して、リアクション収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。今回ね、2人、です。はい。あ、もうだいぶ、はい。うん。はい、いいんじゃないですか。 もう、はい。人参の、あれ、人参何っすかぬいぐるみだと思って、うん。いいんですかそれ以外のなんかの用途にも別に、はい。まあ別に、そこら、うん。舞台を残しておきま、そうですね。ありがとうございます。うん。本当ありがたいですよね。まあ、 これは、嘘でしょ <laughs> 嘘でしょマックイーンさーん今度あんた、まあでもそうなんですよね。これは考え方次第ですけど、ライバルっていた方がいいのいない方がいいのライバルって弱い方がいいの強い方がいいのっていうね、考え方ありますけど、まあ常に拮抗している 気を抜いたら次どうなるかわかんない。そういえば、あの、トップガンさん全然出てこないですね。東海テオと同室で、で、1話、2話ぐらいにちょっと出番があって以上ですよね。ね、なんか同室なぐらいなんだから、もっとよっぽど出番があるというか、なんか大事な、まあ、まだ2話あり、でもま、もう、でも、もうそう、もう2話なんですよね。ただ13話は本当にありがたいんですよね。 これはやっぱり、あのー、23話あった王様ランキングとか20話あったジャヒー様かね、続いてまして、で、その後やっぱり12話で終わるスローループとかなると、あ、こんな短く感じるかということありましたけど、だから、ライバルを迎え撃つためにというか、ライバルが戻ってきた時に、その舞台があるように、 舞台を残しておけるように自分が研算を、絶えまず行わなければならないんだっていう、マックイーンさんほんとありがたいんですけど、なんか冒頭からすごい嫌な予感を、うん。いろいろありますけどね。浜辺の、うん。浜辺の政治アイドルの表現はいろいろありますが、この作品ではこんな感じのやつですね。うーん。ま、あ、はい。うん。 うん。あれは珍しいけど、まあなかなかやるなっていう感じですね。あれは 2D アニメーションかな。か、フラクタルを使ったシミュレーションかな。おー、うん。砂浜でこんな、走れんのは、凄まじいですね。今のところま、<laughs> 絶対、もうゴール地点は飛車真姉さんじゃないといけないですね。これ今回ちょっと触れます。で、今回っていうか、今回ご紹介する、 前回いただいたコメントでのご解説、もう本当にありがとうございます。で、またディスカッションでね、うん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 。なるほど、なるほどは、落とせた。ちょっとやっぱりなんかあんだな、うん。東海帝王は普段の最大限の速さでないことを見抜いていたけど、 そうしていた理由は、さて、うん。気になりますね。故障ですかね。うん。の、まあ、あー、はい。おー、はい。海で泳ぐのと、<laughs> 絶対いけないよね。どんだけ温暖なところか、うわ、しかも着衣水ですか。 まあ、すごいね。あのー、体力つくというか、すごい、消耗はそうですけどね。お久々に、じゃなかったか。ああ、やっぱり、うん。やっぱり出てくるのね。はい。どうしましたえふ、ご不在はい。なぜ手が。恐ろしいな、あの人。さすが。はい。どこに行かれてるんでしょうね。はははは。 あ、そうですか。別にあんた師匠でも何でも、あ、そうな、あ、名称、<laughs> 巻き込まれ勝手に、はい。なぜ名称怒涛さんはそれ、あ、そうですか。わかりました。ありがとうございます。福井太郎さん、あなたの教えは決して忘れることはないでしょう。いつまでも我らの栄冠の罰金に、本当ですね。そ、<laughs> そのそばには必ず福来た郎さんの、あの、うん。なんでその近くに引っ越したんですかわかんないですけど。風水とかで場所決めたんですかえはい。BMW 最後なんではい。うんうん。うんうんうん。他は、はい <laughs> あ。なんだあの、まあそうですね。なんだっていうことは、スペシャルウィークのですね。 はい。うん、うん。うん、うん、うん。はい。お、ブルボンさん。最後の3かはい。はい。DNW はこんなに何回も揃って一つのレースに出るということが、まあ多分あったんでしょうね。おう、やれてますね。マックイーンさんどうすかだから自主トレに積極的に打たれたのかなうん。 やっぱ、いかがかなされ、なんで、何に変わるんだな。ああ、ああそうっすよね。まあ、ティッピーさん、じゃねえや、えー、っと、吉田さんだ。吉田さんも心配されてますけどね。うーん。ねやっぱ、あの、鳥居があるから、思い出しますよね。おおでも、これ、すごいというか、まあ、どのぐらいシーズンに沿ってるかわかん、いやー、すげえな。 BNW こんな出んのか、しょっちゅうね、出んのかっていうのもあったんですけど、出たら BNW の誰かは必ず勝つとみんな思ってんのかなで、その中でビワハヤヒデさんはあんな、はい。うん。最後の一人はい。BNW? はい。はい。すごいですね。ええー、すごいですね。はい。 まあ、それは、はい、BNW のスピンオフでしたっけできるわけだな。お前はさ、でも別に、うん。そうなんだ。うん。夏はい。まあさ、誰の声をトレーナーさんはい。<laughs> 頭一つ抜けているです。まあこれはね、しつこく出てくるのは、 理由は、はい、伺いましたけど、まあその描写の仕方がね、はい。やっぱり前回はレースなかったんで、その、逸話とか、元ネタがあるやつの引用の <laughs>、まだいっ、うん。はぁ、あ、頭一つです。うん。強敵ですね。言ってることはアホそのものですけどね。 まあよっぽど気にしてるし、まあ話題になったのは理由わかります。あのあの主治医をですかお嬢様。ああ、長引いてんな。うん。<laughs> これまで、はい。これまで、帝王にぶつけてばかりいたあの主治医軍団を、はい <laughs> あ。ありがとうございます。携帯とかで呼ばない、別にいいですけど、はい。 本当に大したことない奴は主治医呼ばないんですよ。お嬢様。あ、すげえ、何これ。どこここ。え温泉街とかは。あはい。そう、はい。今日とか。あ。あ、まあ、だからって食べなきゃいけない義務はないような、ああ、そうですか。ですね。うん。これは、はい。 お嬢様はどうですか来れないぐらいですかはい。どうですか主治医 <laughs> あやっ。え、どうですか骨ですか人体ですか筋です。なぜボクシンググロー。これは、はい。医師はそう言ってるんですから、そうなんですよ。はい。そうですよ。 わかんないですから。それで何でもなかったら、そういうことはない。<laughs> らしいですね。は <laughs> は<治医> <laughs> 全員が主治えはい。久々おばあ様。<laughs> まあ、主治医さんっていう名前ってことはないですよね。はい、あ,あの、まあそうね、監督のギャグのさえ、<laughs> 僕と、僕とじゃねえな、あれ、模造刀かはい。 しかも、白坂かよっていうね。まあ、そらそう。うん。<laughs> バックインをずっと待っああ、そう。やつ足も。だー、ああ、なるほどね。っていうことで、帝王だけが先に事情を知ることになるのか。誰も来ないと思って、うーん。あ、はい。足が。あ、そうなんですか そうなんすかオリゴ糖と蜂蜜とはい。この運転のな、運転じゃないや、ドン転の下あんだけひたすら100%を、あ、お嬢様は診断の結果、なんて言われんだろうな。うん。やっぱ携帯あんじゃんっていうね。あ、あれは取れな。ピンポン音じゃないの知らないけど。うわ、勝手に無断じゃん。 今度警備員来んぜ。警備員は主治医の比較とはならないぐらい、恐ろ、恐ろしいのでは、うわあチいさん。勝手に来ちゃったんですけどね。事前連絡もなく。うん。そうなんすよね。はい。誰にも言わないで置いておこうと思っていたのを、一足先に。はい。ね、おばあ様。 はい。療養所。またか。はい。あの山奥の。山どんだけ山奥か。サナトリウム。はい。何が怪我見つかったはい。どんな怪我ですかはい。前置。人体炎か。うん。わからん。うん。どのぐらいかかるはい。いー。いー。 はい。ああ、そうなんだ。癖になるやつなんだ。はい。芸人体。ああ、そうなんだ。はあ、そんなでかい、うん。ああ、なるほど、なるほどね。進行していくんですね。うん。うん、うん、うん。人体炎ね。代謝の遅いところだからどうやって直せばいいのかな。うん。 一年かかったら治療は少なくとも、まあでもその間にな、力落ちる。は、う、い、ん。そらそうですよね。まあ、それがないのがせめてものっていうのはあるんですけどね。そんなことじゃないんだな。我々にとって問題なのはね、誰なぜはい。だってこれもうどうしようもないでしょはい。えー。 鍛えることもできないし、治療はだって安全食ぐらいしかない。わかんないですけど、ないんでしょえ、どうしようがあるかなまあでもほっといわけないよな。マ娘の脚力だからな。下手に車で行くより早いってか。かもしれないですけどね。ああ。そうか。あと1話ですもんね。まさかここに来て、その夢の舞台。ああ。うん。 しかしな、走ったところでな、悪化するだけなのでは、と思いますしね。まして、雨の時なんて、うん、滑りやすいし、まだね、うん。だ、これは炎症の進行る先に、そのレースが来てくれるのを、だから、はあ、はあ、はい。あんな、うん。あ、そうですか。おばあ様は はい。ありがとうございます。それはありがたいんですけどね。メジロパーマーさんとかのこともうちょっと、はい。まだ、はい。そうなんだ。はい。まあ、うん。別に今どっちに決めるとか必要ないですもんね。引退するとかしないとかさ。まあこれは本人の言う通り、 ねそう、だから、雨は怖いしね。うん。ただ、そんな怪我って言えるほどの怪我かどうかわかんないでしょうん。致命傷というか、命取りの、なるほど。はい。はい。はい。そういうことか。はあ、うん。うわ <laughs> この言い方はなあ、はあ、なんか、本当に、 こういうこと今まで何かあったかっていうことを一期以来のことを思い出しますよ。いろんなも娘さん同士のライバル関係の間ではね。うん。ただこの怪我による能力の低下を筋力とか感覚の、うん、研鑽によって補うのがいいのか、 安静にしといて、ちょっとでも信仰を暮らした方がいいのかただ、安静するっていうのはイコール、筋肉にとっては生げてるのと一緒ですからね。うんうん。うん。そうですね。本当に今季すごかったっすよ。いかに帝王の夢が一つ一つ、うん。風船が一個ずつ割れていくように帝王の夢が破れていく物語ですよ。まさかの、馬娘二期はね。うん。 その頂上決戦の直前でまさかこんなことになる。はい。うん。うーん。まさか内臓とかね、そういうもの以外で、金骨格系にそんな、はい。怪我なんでしょう。うん。まあ、そうっすね。帝王という存在と帝王の意志と言葉以外のすべてのものが、 マックインにとっては逆流になって襲いかかるか。ああうん、マックインをレースコースに向けて牽引していくものって今、ああその約束と帝王本人しかない <laughs>。<laughs> おばあ様ね、うん。なんですよねああ。もうこれしかないな。この、この一本しかないでしょうね。マックインにとってはね。 ですしね。これで無茶すると余計にね、悪くなりますしね、うん。ただ、うん。だと思ったんですよ。帝王さん来てくれるんでしょう。ただね、うん。本に見てね。どう思われますかマックイーンさんは。まさかこんな、はははは。 よくそんな声出せんなマックイーンあんたすげえようんあ聞いちゃいましたかはいそうなんですよね誰にも言わないつもりだったりねあそうなんすか何の問題もない人がはいうんさあテオはうんうんテオどう考えるかなどう受け止めるかなうんうん そう。はい。まあ、これはそうなんですよね。どれだけくじけないかってことをこれまで、自分はレースに出れる意味でありながら、そこに手届かない、手を見てましたしね。うん。いや、すごいっすね。うん。もう立て、立ちもできないか。 帝王は帝王で、本当に、この作品の4話か5話ぐらいの時に、一期の時のイメージ覆すぐらいの、凄まじい気迫と気合、拝見しましたけど、マックイーンはここに来てか、うん。本当にね、うん。今まで一期もそうですし、マックイーンは、二期のこれまでのどんな、 場面に至って、本当に、お嬢様前としていて、余裕の塊だったんですけど、やっぱ2期では、二人ともね、この二人が、この二人が天敵でもあるし、本当にいいライバルだし、親友同士もあるし、うん。本当こんなに奥深くて、まだまだその表面的な、部分しか見えていない時に、 できていた二人の像って、すっぺらかったなーっていう、なーるほどね。ううん、ううん、うんんんそう思い知りますね。うん。ありましたね。うん。今だってまだね。うん。すごいなんか、ね。そうですね。 うん,う,んうん。今度は帝王が、待っていてもらった時みたいに、マックイーンを待つ番。はい。すげえな、今回。まさか最終話の直前で、うん。こんなコーナーが。いや、さっきまではね、みんなが無理だとかやめろとか言っていた中、自分だけ諦めなかったマックイーンが、今度は、自分の方が走れないか。うん。 でも他の人には絶対見せないっすよね。今ここに。うん、奇跡ね。帝王がですかわかんないですけど。うん。いやー、はい。いろんなことがある、このアスリートの物語ですけど、挫折と復活とって、ありますけど、かー、うん。 そんないろんな種類の困難って襲い来るもんなのね。あーその奇跡が起きうることを、あーあー。<laughs> なるほど。<laughs> そのマックイーンの言葉が本当であることを今度は定は証明するっていうね。うん。はい。 いやー、これは、うん。なるほどね。今度は恩返しですね。うん。まあ、恩返しでもあるし、帝王が言っていた、その、なんだかわかんないですけど、意地悪、る、お、ここでね、うん。お日様も帰ってきますしね。意地悪でやってるとしか思えないような、この運命に対する、 諦めていないという姿を見せる。うん。それへの挑戦。本当に運命は、二人の対決を実現させないべく阻んでるのか、それとも二人をより高い頂きへ、導くための試練なのか分かんないですけどね。うん。今この、手の感触だけか、はあ いや、帝王やよ、あんた、かっこいいよ。さっきはずっと笑顔だったのにね。静かに微笑んでいたのに。うん。今度、帝王は、ああ、すごいな、この作品ちょっと一期の時のね、いろんな二人、スペシャルウィークと鈴鹿さんに襲いかかってきた苦難とか、たくさんありましたし、まあ、それ以外にもね、一期から二期にかけて、いろんな人に、 いろんな立ちはだかるものがあるもんなんだなっていうね。まあ、それはアスリートの世界はね、多種多様ですから。なんですけど、まだこんなことあるっていうね。だし、そういうのをいろいろ思い出していくと、やっぱりこの作品で何回も強く感じるのは、そういうアスリートというか、まあ、それに限らず、とにかく自分、 の力を磨いていく。自己研鑽と向上心を持って、挑んでいくことだけが自分のこの場所での存在意義を作り上げていくし、あ、また変わったわ。それを高めていくしっていう世界に生きる人たちの、その困難とか挫折とか、で、そこからの復活とか、こんなたくさんいろんな道があるのかっていうね。 で、いろんな挑み方がありますし、その、ただライバルがいて、で、強敵がいて、その競争の中で勝ち上がっていくだけでも大変なのに、それに、その、より高みへっていう、目指していく気概の根っこって、わかんないですからね。ある日突然、まあ本当によくありますけど、なんで自分はこんな頑張ってんだろうっていうね。何のためにみたいなこともありますし、こんな辛い思いをして、何が得られるんだっていうね。 そういう気持ちというか考えというか魔が差す瞬間ってしょっちゅう襲いかかってくるでしょうし、まあだからアスリートとか、こういう自己検鑽に励んでいる人でそれが苦難に負けない絶望から復活する姿ってみんなに夢を与えるし、希望を与えるし勇気を与えるんでしょうけど、その歩みってこんな色々あるんだなっていうのをね、あと人の感動のツボってこんなたくさんあるんですね。多種多様っすね、それもね。 ここんななととで自分が感動すると思わなかったっていうことがこの作品の一期に来てたくさんありましたしね今度は立場が入れ替わって以前まではもちろん辛いのは帝王自身だけどその復活を信じて帝王が復活してなかったら二人の舞台ですからねマックイーンが残しておこうとしたものってだから意味なくなるんでそれを今度は帝王がマックイーンの舞台を残すで二人の決着をつけるでその舞台にマックイーンを前に戻らせるためには 誰もがやめろというし、諦めろという、この困難を粉砕できるような奇跡が起こり得ることを証明して、マックイーンが目指すべき希望の光を示すというね。まあ、本当に凄まじいっすわ。これだけの物語を紡げるっていうのはね。とかね、まあ他にもね、いろいろ振り返ればたくさんあると思いますが、とりあえず一旦前回から今回までの間にまたいろいろありましたんで、そちらをご紹介してから、本編の振り返りに戻っていきましょう。 まずは毎回でございますけど、本当にありがとうございます。YouTube の方のコメントでご解説をいただいておりますんで、そちらをご紹介しておきます。前回はね、そう、あのー、まあ皆さんご存知の通り、レースが全然出てこない。そうすると、まあこれはね、その変身の御礼でも申し上げたんですけど、普段のそういう解説班というか、元ネタ特定班というか、ザザッっとなるんじゃないかなっていうね、ことは予想としてはあったんですけど、やっぱりね、全然変わってて、ただやっぱりいつもの、 あの、解説のね、一貫してやられてる方もね、そういう局面でもまた活躍されるのかということがあったりとかありましたんで、まあそれは絵画のディスカッションの時にまたご紹介しますけど、まずは YouTube の方でいただいたご解説です。ありがとうございます。テ王オの変装は1979年に放送されたテレビドラマ、マサユーサクさん主演の探偵物語のパロディ。うん。なんでそこから持ってきたのかはちょっと予想はあるんですけどね。後でね。知らないわけなんですよ。 ね。前回は帝王さんにとんでもない物語を見せてもらいましたけど、ウィーニングチケットの座右の名、パワフォーなレディ。ウィーニングチケットの母馬あ、やっぱり母馬の読み方はっていうね。ボバだとね、オスの馬と被りますもんね。多分母馬かなの名前がパワフォーレディ。なるほど。だからお母さんの名前を言ってんだ。メジロパーマーはハードル層が苦手で、走ると傷だらけと表現されています。実は私立のメジロパーマーは競馬の障害レースにも出走したことがあります。 しかし、飛び越しが下手で、レース後は傷だらけだったみたいです。なるほどね。それを反映してんだな。結局、障害を2戦だけで切り上げ、平地競馬に戻りますが、この経験で腰が強化され、G1 を制するまでに至ったなんて話もあります。あ、はあ。良かったですね。やってみてね。誰がやってみようと思ったのかはわかんないですけど、まあでもそういうのもあるんですね。障害、ああ、なんとなく見た記憶はありますね。 どういうものかは私立のビアハヤヒでは顔が大きいことが実話の特徴としてしばしば取り上げられていました。うん。これもね、後で元気あります。なんでそんなことを何回も、まあご本人がね、この作品ではおっしゃってますけど言われるのかと。もともとツインターバはネットでも大人気の馬で、ネット特有のノリで師匠と呼ばれていました。そうなんだ。これがね、まあそれも後であるんですけど、うんうんうん。なるほどなるほど。うまいな。それを、 帝王からのののの感謝の現れとして、てあそこの元ネタにすするっいいうのはね、上手いっすね。スペ、あげません。この話が放送された後に、あげませんが場名登録されました。絶対他にあやかれたでしょう。<laughs> なんであれなのまあ、確かにね、すごい印象はありましたけどね。だし、これは、競馬から着想を得て作られてゲームになったり、アニメになったりした馬娘のネタが、 現実の競馬に変えていくっていうね、すごいやっぱ、まあそれは影響力というか知名度というか話題性はね、押しも押されんと言われますけど、すごいですね。とうとう本家の方に影響を与えるか。あ <laughs> げませんわ。まあでも、うん。1位はあげませんみたいな。うん。そうはならんやろう。ツッコミの元ネタは、ポプテピピックという作品のネタですね。はい。あれ元すかあれがそもそもなんかのパロディー。まあいいや。別に、あの作品のことそんな深く突っ込んだしょうがないから。はい。 本当にね、アニメ史に残る、残るのは間違いないというね、残る以外のどう残るかとかは、議論しなければ残るのは間違いないという、あの作品ですけどね、なんか2期やるらしいですね。まあいいですけどね。なぜそっからなんだろう。なぜそっからなのかっていう推論まあ推論というよりはだいぶ、ほぼ真相だろうという有力な説がね、後であります。プリクラ期のモデルの馬娘はゴ、ゴールドシティ。ゴールドシティさんは、確か馬呼んでだけ 拝見しましたね。マハッタンカフェさんとか。私立のゴールドシティは、オバナクリゲオバナクリゲまあだから金髪なんでしょうね。うん。へえね。ススキって真っ白ですもんね。ほとんどね。という珍しい経路で、金髪の縦紙や、おが印象的な個性派の競走馬でした。へえその見た目の良さにより、走らなかったらディズニーランドに寄付しよう。寄付しよう。はい。言われたほど。うん。まあ本当に、モデルみたいな競走馬だったんですね。今、ね。一瞬ググりましたけど。 おばなクリゲでもうすぐゴールドシーさん出てきますし、間違いないでしょうね。この美しさは。テオはカスタータージをカスケーといおうとしています。由来は競馬漫画、緑の巻き場を。ね。うん。これうっすらね、記憶あったんですよ。負けないのねんっていうね。あれは、ハマりはしなかったですけど、ジャンプ掲載の他の漫画の脇で読んでた記憶ありますね。途中だけとかでしょうけど。あれは設定というか、うまいっすよね。師匠がネズミなんちゃっけ確か。で、巻き場を、 あのー、導いていくっていう。うん。ま、あこれはいろんな作品でね、あるんですけど、自分がその競技とか競争の世界で伸びていく力はないんだけど、指導者としてはすごい先見の目とか分析力とか洞察力がある人とのコンビで頑張るっていうね。うん。そういうところはね、かっこいいし、わかりやすいし、覚えてます。緑の巻き場王で主人公の最大のライバルとなるカスケードが由来らしいんですよね。あら、本当にね。 ああいう勝負の世界というか、ああいう世界の緊迫感、みんなの本気度、そういうものの描写もすごい、ひい出ていた記憶があります。ええー、あ、あの、耳飾りのついてる方で性別がかかるっていうね、解説はしませんでしたが、確かにその通りです。両耳に耳飾りがある場合は、派手な方を重視するみたいです。そして耳飾り以外にも、体操服を着てるとき、はぁ、あ、短パンはボバ、ブルマはヒンバ、という違いもあります。なるほど、へぇ、いろんな見分け方があるんですね。 ありがとうございます。本当に、いつもはね、レースのとか、成績のとか、どういうライバル関係だったとか、騎手さんの逸話とか、競馬業界でのお話とか、ファンの声とか、いろいろご解説いただいてますけど、前回は本当にね、ああいうギャグというか、まあ、この監督のやりたかったんだろうなーっていうね、そういうところが、 いかんなく発揮されておりましたね。まあ多分監督以外にも共犯はいそうですけどね。前回のは。で、私の方からもいつも通り返信で御礼を申し上げました。ということが前回ありました。で、海外の反応です。さあ、普段とは全然違うこういう会はどうかなと。まずリアクションなんですけどね。うん。リアクションはクイーンディージャーさん、ランダムラボープロダクションさん、アイクさんと。まあもう、このシリーズはね、アイクさんの独断上王っすか。やっぱりその没頭具合ですよね。クイーンディージャーさんも、 ああいうユリ回はお好きなんですけど、あとあのー、ラシャワーさんがね、相当お気に入りみたいで、ラシャワーさんおいでになるとね、反応大きいですけど、やっぱアイクさんはユリ作品ばっかりやれてるってこともありますし、この作品にはね、一気の時からハマれてますし、前回は本当にね、あのー、ユリ成分のパーセンテージが尋常じゃないっていう回だったんで、まあそれはアイクさんのね、反応大きいだろうと。 思っていましたけど、凄まじかったっすね。北沢さんと里のダイヤモンドさんのあの場面だけでもね、もうニヤニヤしすぎてほっぺたが痛いっていうね、ことをおっしゃってましたし、まあやっぱりずっとね、そのマック・イーンと帝王のあのデートの間も終始本当にお楽しみいただいたようで何よりでしたし、あとあの意外ですけどね、<laughs> その一人で勝手に探偵物語をやっている帝王が、 まあ、あれは公開情報じゃないのかと思いますけど、一応、帝王が持ってきた各馬娘さんの情報はね、一時停止してご覧になってって、改めて、あと、こんだけいらっしゃる馬娘さんの、まあ多分無理だと思うんだけど、とおっしゃりながら、皆さんの名前をね、メモを取ったりとか、忘れたら調べられたりとかして、覚えようとされてますね。で、ディスカッションです。うん。まあやっぱりね、前回と今回の落差よ。まあなんで今回は怖いですね。 前回本当にね、うん、皆さん、和気あいあいと冗談が飛び交っておりましたし、やっぱり百合のね、香りに、疼水状態のセルでしたんで、そっから急転直下今回のディスカッションはどうなってるか、怖いです。ハロウィンの時期だね。一番身近な人に感謝の気持ちを伝えるのは、いつも一番難しい。でも、帝王は二人のデートの最後に、それをやってのけた。とても楽しかったようだ。プラス、ダイヤと来たが、とても可愛い。時々思うのだが、スペちゃんって食べる以外に何かしているんだろうか。<laughs> まあそういえばね、うん。一気で散々やったからでしょ。そういえば、鈴鹿さんもっすよ。いつもリモート出演っすもんね。フライシャワーも食べるのが好きなんだね。うん。このエピソードが大好きで、今シーズン私にとっては、狂気の5 out of 5連発になっていった。スパイ・帝王は本当に面白かったし、彼女が再び幸せになるのを見ると、私も再び幸せになる。帝王とマックイーンのところは完璧だった。ただただすごい。 二人のやりトりがとても可愛くて、スライスオブライフの要素がとても楽しめたよ。なんて完璧なエピソードなんだ。うん。ま、あ確かこの人は10点満点とか、前回みたいなああいうのはああいうので、また5点満点だと。うん。ユリが溢れ出している。そしてハロウィンならではのジェし方もっと SOL に特化したシーズンやスピンオフがあっても構わないよ。マジで。で、p t o ナ5 9さんです。ありがとうございます。ああいう回ならああいう回であるんですね。レースなしのエピソード。とはいえ、引用されたネタ。 リファレンスですね。がないということを意味してはいない。ビワハヤヒデが帝王の炭酸抜きコーラについて語るところは漫画バキで、バキがより早い回復のためにガス抜きコーラを飲んでいることが元ネタになっているんだ。あれが本当かどうかはともかくですけどね。またビワハヤヒデは大きな頭をしていると言われて起こるのは実際の馬が他の馬より大きい頭をしていたためだ。これはテレビのコメンテーターがかつて顔が大きくてびっくりしました。 といったことと、ビデオ判定になるようなレースでは顔が大きいことは勝つために有効かもしれないといったことで、ファンの間で <laughs>、ファンの間で評判だった。無理やりいいとこ探したような感じはありますけどね。テオがターボを師匠と呼んでいるところは、ファンがターボを普段からそう呼んでいたことが元ネタになっている。ターボはあまり勝てなかったが、彼はその走り方で人気となり、そのため有馬記念に2度選ばれた。ね、今回は彼っていうね、ありますね。 テオとマックイーンのデートで繰り返されるギャグは、ポップティーメピックが元ネタになったものである。うん。まあ、じゃあやっぱりそうなんかなっていうね。作者は第6話の応援イラストを担当した。だからか。だからかーん。だからかもしんないですけど、まあいいんじゃないですかね。応援イラストありがとうございました。<laughs> ネタ使わせてもらえますはい。いいですけどね。テオとマックイーンがたい焼きを食べているとき、テオがカスケード。 と言いそうになった。これはかつて少年ジャンプに連載されていた競馬漫画、緑の巻き場王の登場人物の名前である。まあ、誰しもね、カスケードってカスタードみたいだねっていうね、一生思ったことあるでしょうけど、カスケードはその漫画のメインライバルで、富士奇跡が元になっているんだ。へぇ、知らなかった。主人公の巻き場王は、タマモクロスが元になっている。これも知らなかったわ。 現在、ヤングジャンプで、馬娘シンデレラグレー、オグリキャップが主人公として抜擢されているが連載中なので、それを元ネタに使わせてもらえたのだろう。この漫画も強くお勧めするよ。なるほどね。ただ別にね、カスケードってこういうメシじゃないですからね。まあでもジャンプつながりで、どうやって読まれてるんですかね。日本語はどうですかね。ただ、そうゲームの話ね、後であるんですけど、日本語読めるのかなぁ。 か、頑張ってなんとか。それも強くおすすめだと。現在のヤングジャンプの中でも最高の漫画の一つだと感じるし、アニメやゲームよりも間違いなく泥臭い。ただし、いい意味でね。だからプリティダービーのサブタイトルがないんだ。なるほどね。プリディダービーね、うん。確かに確かに。ちなみにプリディって、ほとんど可愛いっていう意味では使われませんよね。もちろんそういう意味もあるんですけど、ほとんどはプリディっていうと、綺麗ですよね。可愛いはキューですし、あとプリディは、まあ、プリディマーチとか、相当に。 とかあとはプリディアキュレーとかなかなか正確だなみたいな時に言ったりしますので、まあ、どっちにしろプリディは難つかしくないだろうとスポコンですねらしいんですよねさて今回は最終回前の短い休憩エピソードのようなものだったがこれの前のエピソードがなかなか重かったのでね <laughs> 早速プリディヘビー良い休憩になったと感じているでもう一つもし興味がある人がいたらゲームでは気軽に私を追加してくれ私のメイン馬娘は 3×3 スタースピードのオグリで トレーナー ID はね、書かれてますけど、ちょっと怖いですよね。日本人の感覚からするとね、こういう掲示板に自分のゲーム内の ID 書くってのですけど、まあゲームはね、そう、この2期の途中でやっとリリースになって、で、これはクイーンディージャさんとランダムランボープロダクションさんで話題に出てましたけど、まあ日本語しか出てないっていうのはね、少なくとも当時は、ハードル高いんで、どうしようかなっていうね。クイーンディージャさんは、んー、どっかで触ろうかな、みたいな。よっぽど気が向いたら、ぐらいの感じでしたけど、 ねえ、なんで、ピ p r ーナ5 9さんは、どうされてるんですかねまあ、役はね、すぐ出回りますけど、ここの画面のこの意味は、こうですよ、みたいな。その、ランダムランボープロダクションさんでの会話では、まあ、しょっちゅう出てくるんですけど、それに限らず、キララファンテージはね、あれの話題もあったんですけど、それとは対照的に、もうガンガンプレイされてて、ID はこれだからってね、 英語圏の掲示板でおっしゃってるピティナ5 9さんのこれを拝見するとどうしてるのかなっていうね、ことと思いました。まあそれだけなんですけどね、前回のあんだけ普段とは様変わりした内容でも解説があるとありがとうございます。で、今回ね、うん、返信がいろいろありますが、毎週君や他の投稿者が投稿するトレビアを読むのが大好きだよ。気になっていたことについて質問があるんだ。シアマゾンがいつもゴー l i n にいるのは本人でもクラウドボールダンボールね。 の切り抜きでも何かが元ネタになっているんだろうか。ねえ、あれ気になるんですよね。<laughs> 今回もね。まあだから、その、一気の時で本人が出る時は、ゴール役は本人の看板っていうね、ギャグがあって、まあそれがね、この監督は天丼がね、大の好物らしいんで、それでなんでしょうけどね。私もあの、菱山蔵のギャグに関して興味がある。で、ご返事があります。肘甘蔵の看板はおそらくシーズン1から繰り返されているギャグというだけだ。このシリーズの監督である、バレてんな。 ケイ、おいは、天丼ギャグを使うことで知られている。彼はひな祭りの監督でもあった。そのために、あいた、のギャグがたくさん出てくるし、さすがだな。10話でのバーの名前がビッグソングとなっているのは、瞳のバー、レローソングの名前が元ネタになっている。これはね、そう、私はたまたまね、ひな祭りも大好きな作品だったんで、あのー、 やっぱりきっかけは僕たち何も分かり合えていないでしたけど、あの YouTube の方のコメントでもね、教えていただいて、一気の時からその容疑は濃厚だったと。ただそれを P1259 さんがね、全部把握されてるっていうね、チェミーんですけど、まあ確かに実質そうなんですけど、瞳のバーってさ、<laughs> そうなんですけど、一応歌子さんのバーでしょ。<laughs> まあこれはね、いい気味かもしれないですわ。 で、また、返信がありまして、そう、彼女はいつも、あそこにいるんだ。ただ、どっかのレーとかで、シアマゾンの IUL の写真や、像みたいのがあるのかなと思っていたよ。なるほどね。まあ、それがね、ピートル59さんのご解説で答えがかかると。で、久々じゃないですか。6星アクシエさん。シルス探偵姿の帝王は、これね、シルス探偵って、プライベートアイ、なんすって、へ の帝王は最初に1979年から1980年にかけて放送された探偵物語探偵物語の主人公が元ネタになっている巻き場をのネタもしかりこのアニメは40代以上の人をターゲットにしているみたいだ私もわかんなかったですけどねまあでもそうなんかなこれは多分だけど作り手さんがまあ制作上の都合もありますけどだって活躍する馬娘さんとか舞台となる名勝負 が、いつのかつったらね、だいたいどの辺が、その、狙っている層、デモグラフィックなのかっていうこと。まあだからこれはよく言われる言い回しですけど、自分が何をやってるのか分かってる、というね、人たちですよね。探偵物語のオープニングは一見の価値がある。なんで春作工藤は、伝説の、うん、<laughs> 伝説の優作松田が権限した、最も記憶に残るキャラクターの一人だ。そこまでして馬娘にふさわしい髪型のシリス探偵を探さないといけなかったとは、まあ他にただろうっていうね、 ただやっぱり狙ってる層に合わせてんでしょうね。でも、まあ、80年に終わったとして、ドラマにハマるのって、探偵物語でしょ ?10 代から30代その頃10代って、まあでもそっか、うん。その頃10代の人が、東海帝王とか、メジロマックイーンとかの活躍が、ちょうど競馬に興味持ち始める時ですかまあ大体そんな感じ。正直、昔の日本の有名な探偵のクソというのは腑に落ちる。私は最初、 彼女はセルピコのような服装をしているなと直感したんだ。このセルピコっていうのが、アルパチーノさんが演じられた警察官、アメリカイタリア合作映画らしいんですよね。なるほどなるほど。うん。です。で、これです。まあ、これまでも何回かあったかもしれないですけど、私だけか、今週は病死ギャグがなかったよね。そうですね。か、気づかないところでちらっとだけあったりして、かわかんないですけどね。うん。 あとこれを私もね、一回言及しましたけど、東海帝王とは The Emperor of Eastern Sea という意味だ。で、マック,クイーンの名前にはクイーンがある。皇帝と女王はつになっている。じゃないそうなんですよ。<laughs> ただ、まあこの辺はね、この作品では特にどうしても良くなるんですけど、エンペラーであってエンプレスではない。だし、マック,クイーンですからね。マック,クイーンはクイーンの息子でしたよね。確認しよっかな。うん。 スコットランド系なんだ。へえ、そう,そうそうそう。だから、マクダーナドとか、マックラーサーとか、マックイーンは息子なんすよね。まあいいっすけどね、別に。ええー、それと、今回で帝王が自分のことを僕と呼んでることに初めて気づいた。現実の東海帝王はおス馬だったので納得だ。え、でもさ、ウォッカさんって俺っすよね。で、ウォッカさんは貧馬ですよね。うん。まあ、それをまたね、日本人のうるさいツッコミなんで、置いとくとして。うん。まあ、帝王の僕は本当にね、よく会ってますよ。 だったので納得だ。言ったように気づいたのは今回が初めてだ。このようなことはずっと続いていて、私が注意を払っていなかっただけなんだろうか。ただね、日本語不慣れな人が一人称、僕はなかなか気づかないですよ。字幕は当然ね、愛ですし、僕っ子が出てきて、さらにその一人称が僕であるということが、誰かのセリフとかお話とかに反映なり影響なりあれば別ですけど、そうじゃないとなかなかね、たまたま気づくかどうかですよ。 僕っ子はアニメや漫画ではよくあるけどね。うん。RL、リ l l ライフ、かな。の女の子も少しは僕を使っている。それを使うことが、ちょっと浮いていることに気づくまでは。<laughs> まあ普通の人もいらっしゃいますけどね。なんなら俺とか、全然いらっしゃいますしね。あとこれね、何回かあった言及なんですけど、ご指摘じゃあ、シャイニングの双子が、モールで後ろを歩いていたということには、誰も触れようとしないのかいうん。何人かいらっしゃいましたけど、分かりにくかったし、分かったところで、だったし、 なぜ監督それはっていうね。うん。本当に関係、何にも関係、知らないですけど、そういえば。シャーニング見たことないんでね。あれリアクターさんで、アイクさんおっしゃってたかなあ、でもわかんないですわ。まあ何人かいらっしゃいましたよ。気づいた人はね。ただ、それで終わってしまう、よくわかんない、そのギャグになってんのかっていうね。でしたんで。で、えー、これはユリじゃない。これは本当に、ライバル同士の友情エピソードなんだ。 日本人は恥ずかしがり屋な方なので、親しい人に、Thanks とか I love you とか言うことはあまりない。何にせよ、ライバルとしてのいい関係を見せてくれた。わかるんだよ。日本人だからね、私は。というね、日本人の方がすっごい珍しいですけど、ユリじゃないと。まあ、恥ずかしがり屋な方なので、うん。 まあこれはいろんな人がね、いらっしゃるでしょうけど、あとユリのね、解釈っすよ。あのー、マイアニメリストとか、タグでユリとか、少女愛とか、ありますけどね、うん。その解釈によってまたね、変わりますんでね。まあいいんじゃないですか。ユリ派の夢は、そのままにしといてあげたら。というね、うん。やっぱ全然変わりましたね。普段とはガラッとですし、そういう皆さんが今回、どの辺反応大きいかって、そゃ 決まってますけど、いや、怖いっすね。マックイーン像の転覆がありましたからね。テオもありましたけど、あの、本当に元気な僕っ子で、明るくて、前向きで、オプティミスティックで、エアーヘッドで、っていうね。あれが、もう、本当に、危機迫る勢いで、マックイーンに追いすがるとか、あと、師匠に向かってね、テオがああいう怒り方をすることがあるんだっていう、一面とか今回みたいに、本当に大人の、マックイーンの前では、笑顔だけ見せる。 で、振り返って目標を睨みつけるっていうね。ああいうところとかね、本当大人ですよ。なんでね、その華麗で優美でお嬢様なマックイーンさんの、ただあれはやっぱり帝王だからでしょうね。とてもじゃないけどスピーカーの他のメンバーの前ではあんな姿は見せないでしょうけど、まあやっぱりそんだけ等身大だし、本心の自分で向き合おうという、うん。 やっぱりそれ考えると有利でいいんじゃないかと思いますけど、裸の自分ですよね。着飾っていない。あのお嬢様の、帝王の前では裸の自分を見せるっていうね。あれは痛ましいでしょうけどね。ね最終回前ですからね。で、二人でしょ。これ英語では、トゥオバースか、うん。になるでしょう。なんでね、とうとうそのマックイーンが舞台を維持してくれていたところに、手を帰ってくるかと。その舞台に向けて、また二人で競い合っていくのかと思いきやまさかですね。冒、う、頭、ん、はすごいね。 なごやかだし、可わらしいんですけど、またかという、本当に、特に第二期はそうですね。休ませてもらえないですね。ね、浜辺でくんと走れてますけど、帝王から見てどうかと思っていたら、まだ本調子でない自分に合わせて落としてくれてるのかと思うぐらいのペース。うん。自分から自主トレってね。<laughs> この、町金さんの引っ越しは何だったんですかね。えー、なんかあるとしたら、旧車移ったとかですか 結局すぐそばでしたけどね。二人が来ることは、さすがマシカネさんぐらいになると、事前に分かってると。<laughs> 名称怒涛さんは、まあ名称怒涛さんが巻き込まれてんのも、なんかあるんですかね。B&W、はい、活躍ありますね。うん。この活躍と並行で、マックイーンがどうやら本当にやばいというね。うん。最初はなんかね、何かが足に来てんな、ということは分かったんですけど、頼むから大事であってくれるな、と思っているのとは裏腹に、だんだん雲行きが怪しくなっていくっていうね。 でもこれは間違いないですね。BMW さんは多分だけど、その、だこれは、帝王とマックイーンの再び決戦するときっていうのは、どういう形で実現するのかと思っていましたけど、それがくるくると思っているところに、こんなことがあって、ただ、その舞台に BMW さんはいらっしゃいますね。多分前回でおさらいされた皆さんもいらっしゃるんでしょう。で、漢字のマックイーンがどうなるか。 この、今回ぐらい、まあでもそっか。そのぐらい深刻な回なんで、むしろ必要かというね。この主治医ギャグ。<laughs> やっぱそうっすね。天丼基本っすもんね。好きですね。本当に監督でも、まあでもそっか。こういう随所で救いがなかったら、我々の気分は真っ暗か。うん。まあそれはあるな。おばあ様ね。おばあ様以前は、あの、相手を見ないでゴールを見ろっていう、ああいう本当に力になる助言をくれましたけど、今回おばあ様が、あ、これはなんかあんのかな おばあさまから引退の宣告されるとはね、まあ、これはなんか、まだわかんない事情があるのかもしれませんけど、別に、辞めるって決める必要ないですからね。できるところまでやりゃいいんであって、できなくなるときは勝手にできなくなりますから、それを自分から起こす必要はないですけどね、うん。主治医もそうですけど、じいやさんは何もおっしゃらないですね。止めもされませんし、頑張れ、お嬢様とかね。<laughs> ありえないですけど、そっちの励まし方をするわけでもなく、まだ正観ですね。ふ <laughs> んなるほどね。 これでみんなには悟られないように遠方で過ごしていた、自主トレをしていたマックキンのところに、帝王だけは駆けつけることになると、うん。ね。ずーっとどんよりしてますもんね。軽人体炎。ああ。なるほどね。骨と擦れ合うんだ。なるほど。だから、うん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 。膝運動を繰り返すうちに悪化していくのはこういうことか。うん。やっぱこういう筋骨格系の怪我というか、 炎症というか、そんな治んないことあるっていうね。富士の山って何だっていうね。うん。これは図解見るとね、確かに厄介だと思うんですけど、骨削ったらいいんちゃう <laughs> ダメな。そういうわけにいかないの。か骨と筋肉の間に、なんか挟むとかね。まあそんな素人でも思いつくようなことは散々考えられてるでしょうから、わかんないですけど、なるほどなるほど。とにかく、なんで厄介なのかは、あー、よくわかりましたわ。 やっぱ一番すぐね、頭に浮かんでくるのは、伸ばしたぐらいなんでしょうとかね。捻挫とか、肉離れの類かと思ったらそんなんじゃないんだなもっと厄介だわ、これは。うん。わかるわかる。だからこれは、走れば走るほど悪化するし、まあ、姿勢を変えるとかね。足の、足の姿勢、変わるとか、ありますけど、走れば走るほど悪化し、走らなければ遅くなるだけ。うん。どっちにしたらダメじゃねえかっていうね、奇跡ね。うん。わかるわ。そういうことか。本当にここね、自主トレを申し出て、 誰にもその異常を悟らせないように訓練していたマックイーンがもうこれでもかっていうぐらい帝王のことを繰り返し思い出すんですけど本当につい前回まではマックイーンこそが帝王を支えているというかアスリート東海帝王の再起があるとしたらそれを一番引っ張ってくれたのはマックイーンなんですけどまあ本当に主治医さんからおばあ様からやめろやめろと絶望だと言われて洪水のように襲ってくるマックイーンを場外へ コースののの外へ押し流そうとするものの中にあって唯一手でで掴んで留まっててていさせてくれてんのが帝王かあ,、まあでもこれはそうなんすよね。マックイーンがこれまで、帝王が本当に絶望のどん底まで転がり落ちて、アスリートをやめてしまわないように、それを救っていたのが今回、マックイーンに帰ってきてんでしょ。うん。絶望の中の雲の糸ですね。ここで完全にその時の、今度は帝王はね、うん。恩返しにもなりますし、秋の天皇賞ね。 いや帝王よあんたすごいわ、ね、まあでこれやっぱりねいかなマックインといえどもここで完全に崩れ落ちるとでそんなマックインを見ていたらまあそりゃ内心当然辛いでしょうけどそんなマックインには悲痛な顔を見せず弱気な顔も見せず静かに微笑んでで力強く約束を宣言するとマックインが言った奇跡が起こるという言葉を自分が証明するからお前も信じろというね はぁ、あ、本当に、ま、そんな美しいことあるかねっていうね。やっぱそれぞれありますけど、うん。本当にこういう、やっぱり全員が真剣勝負だし、少しの油断満心臓長が、昨日まで晴れ舞台にいた人間の足元を救って、一敗一にまみれるってことが、誰にでも起こり得る、厳しい世界なんですけどね。そん中でも、こうやってライバル同士、助け合うし、そういう関係性ができていく過程をこれまでね、本当に丹念に描かれてましたんで、まあ どういうね、そう、奇跡を起こすっ,たってね。わかんないですけど、うん。ねこれで最終回ってすごいですよね。信じらんないわ。この作品の作劇の腕前ね、これまでに築き上げてきたものを最終回にどう吸い込んでいくのか、帝王の証明と、それが引き起こすマックイーンの奇跡か、あ、う、あ、ん、まあ、それがどうなるかも気になりますけど、多分皆さんの反応もその辺が大きいですかね。なんで次回までの間に、またそういうところをいろいろと拝見して回って、 何か面白いことがありましたらお話し,しようかなと思っているところでございます。って度こっすかね、今回は。そんな感じで、まむ娘プリリーダービーシーズン2第12話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。